こんにちは、オリバーです。今回はとある革靴店に足を運びまして、そちらでですね、新作のモデル、これをですね、スタッフの方に説明いただきましたので、そちらの模様をですね、皆さんにお見せしようかなと思います。そのブランドというのは、こちらのブランドです。アウィックって、アウィック1707っていうブランド名で、やってます。で、1707っていうのは創業の年ではなくて、バーウィックっていう名前の由来にもなってる、バーウィック公爵っていう人が功績を立てた 年代が1707年だったので、バーウィック1707っていう名前でまずブランドはやってます。創業自体は1991年ぐらいで、まだ約30年ちょっと のそんなに古いっていうブランドではないんですけど、ここ丸の内店の特徴としては、ちょっと後ほども紹介するとは思うんですけど、まずちょっとこのやっぱ店舗の広さですね、が一番の特徴かなと思います。あとはこちらにちょっとカフェスペースっていうところがあって、これはこの店舗限定なので、そこが一番の特徴ですかね。展開図自体もやっぱり広くなる分、展開の靴の種類とかも多くなるので、いろんな靴から見てみたいって方だったら、すごい方がおすすめかなと思います。ということで、今回はですね、バーウィックの丸の内店、こちらにお邪魔しまして、新作モデルをですね、いろいろと紹介いただきました。ちなみにこちらの丸の内店は東京駅から歩いて5分ほどの場所にありますので、東京駅からのアクセスも非常にしやすくなっています。またですね、二重橋駅、こちらからは外に出ることなく駅から直結で入ることもできますので、東京駅周辺に行くことがありましたら、ぜひともですね、寄ってみてほしいなと思います。またこちらの丸の内店にはカフェスペースという場所がありまして、こちらではですね、購入した後にですね、こちらでくつろぐこともできまして、そこでですね、アプリの登録なんかもできる、そんなスペースとなっています。コーヒーですとか飲み物なども、サービスしてくれますので、購入した後にですね、くつろげる場所として非常に、ね、いいなと思います。で、そしてここから新作モデルをですね、いろいろと見ていきたいと思います。まずはですね、単靴の新作から見ていきたいと思います。一応このゾーンにある新作としては、この3種類ですかね、ともう一つこっちに、これがもう一個の新作ですね。一応これもちょっとこの辺たちよりかは早い時期に入ってきたんですけど、割と新しい方のお靴です。でも一応新作は一応同じこの255っていう木型で全てやってまして、これ見ていただく通り、結構この木型としてはやっぱり丸みですね、丸みを出してちょっとこうは抑えめにして、そんなにストレスかけずに、かつしっかり足が収まるようにっていうイメージして作った木型ですね。でかつ丸みも帯びたフォルムにしているので、カジュアルでもすごく合わせやすいような靴に仕上げてます。あとちょっともうちょっとプレーン2に比べてカジュアルに寄せた、例えば U チップだったりとかウイングチップ、かつ素材もシボにしたりっていう靴にしているので、本当カジュアルメインで使っていただきやすいようなお靴に仕上げてます。特にこの U チップなんかもちょっとここに金具外に出してカジュアル感を演出しているので、すごいやっぱりデニムだったりとか、ちょっとゆったりしたシルエットのパンツとかにもすごい相性よく履いていただきやすい靴に仕上がったかなと思います。で、もう一個あちらのシングルモンク、これも実は木型自体は先ほどのお靴と一緒なんですけど、コーティング系の薄いコーティングを貼ったロイスレザーっていう革を使ってますので、なんとなくちょっと綺麗めな感じにも見えたりもしますし、多少の水も弾いてくれるような革に仕上げているので、ガシガシ使っていただきやすいと思います。あと靴のクリームもしっかり浸透するような革なので、磨いていただきながら長くご愛用いただけるかなとも思います。一応こちらもこちらと同じレザー使ってるシリーズで、ただちょっと木型をちょっと変えてまして、ちょっと並べると分かりやすいんですけど、やっぱちょっとこっちの方がこうすっきりさせてるんですよね。なんでこちらの靴たちに比べるとやっぱちょっとドレッシーな
雰囲気もありつつ、やっぱここのキャップだったりとかこのデザインによってそんなにかっちりしすぎないような服装にも合わせやすく仕上げてます。かつこちらは底材もかなり柔らかくてクッション性があって履きなじみがいいようなソールを採用しているので、まあ、スニーカーとまでは言わないですけど、本当最初から割と気兼ねなく履いていただけるかなとは思います。ということで、まずはですね、単靴の新作モデルを見ていただきました。まあ、新作モデルとしては、ヒルチップですとかストレートチップ、またシングルモンクといったモデルが展開されていまして、カジュアルでですね、履きやすい、まあ、そんなモデルが展開されています。革なんかもですね、シボ革が使われていたり、まあ、ロイスレザーのコーティングレザー、こういった、ね、ものが使われていたりと、少しですね、このカーフ素材とはまた違った質感を楽しめる、そんな革がですね、新作モデルとして出ています。まあ、そんな中で私がですね、気になったモデルを一つですね、試着させていただきましたので、そちらもですね、見ていただきたいと思います。今履いてもらってる4477と、割と木型の、ちょっと違う木型ではあるんですけど、ちょっと感じとかは、はい、イメージは近いんですよね。どっちもちょっとここは気持ち抑えめにできてるのと、ちょっとなんとなく見た目として違うのがボリューム感なんですよね。こっちの方がここがもうちょっと垂直というか、そんっていってるんですけど、こっちはちょっとこうスルーってこっちでいってるイメージです。こうなだらかい。こっちはちょっとストンっていう感じです。ラストも結構違うラストを使って、そうなんですよ。なんでラストをちょっと変えることで、ちょっとこの辺のつま先の表現をちょっと変えたりしてますね。ちょっと大きな見た目の違いとしてここですね。じゃあもう外につけちゃってる。ハトメの。ハトメですね。で外につけてちょっとカジュアル感を演出してます。うん、素材自体もやっぱシボ革っていうちょっとカーフに比べるとちょっとカジュアル寄りな、まあちょっとカントリー調な素材なので私服だと問題なくすごい今日の感じとかにもハマります。一旦同じサイズでご用意してるんで。はい、やっぱりここの押さえも効いてますし、羽の開き方も履き始めの開き方としては綺麗な開き方してくれてるんで、沈み込んだ時にもしっかりここを縛れるぐらいの余地は残ってるかなと思います。これは甲の高さは、こっちとこっちだとこっちの方が甲が高かったですね。あ、でもこれそんなに大差はないですかね。例えばうちのもうちょっと広い着型のラストとかだとこれよりだいぶこう高くなったりするんですけど、こういうここを結構広めに取ってるので、ちょっとこっちの押さえはやっぱ効いた方がいいので、じゃあちょっとそんなにどちらもなんですけど、気持ち低めな、うちの中だと低めな方ですね。ソールは何でしたっけ。こちらはダイナイトソールですね。違いはこちら履いてもらってる方はビブラムソールっていうソールなんですけど、結構軽い、軽いですね。クッション性と柔らかさを重視して作ってもらってます。でこちら対してこちらは新宿座としてすごい主流なダイナイトソールっていう、硬さですね、密度が高い素材なので硬さとちょっと気持ち重さがあるんですけど、その分耐久性はやっぱ高いですね。まあちょっとやっぱ脂肪革なので水に強いとかってわけではないんですけど、水ちょっとした水じみだったりとか傷とかもあんま気にせずガシガシ使っていただいて、ちょっと傷は頭も履くぐらいでもかっこいいかなとは個人的に思ってます。そうですね、製法はこっち確かノルウェージャン製法で、こちらも同じです。同じですか。ちょっとステッチの色はこっち黒でやってるんで見えづらいかなと思う。こっち白でやってるんです。じゃあ白ですね。なんでまあ中に水は入りづらくはなってます。それでも完全に防げるってわけではないので、そうですね。ということで、まずはですね、気になるモデルとして U チップを試着させていただきました。私はですね、こちらにあるようにマーウィックの U チップを持っていまして、こちらはですね、1年ほど前から履いています。で今回の新作モデルとこちらのモデルでは、先ほどの動画にあったようにですね、ラストや革、そしてこの部分のハトメ、あとはこの
ソールですね、この部分が違っていて、まあ、このね定番の U チップとはまた違ったですね、まあ、雰囲気を楽しめる、まあ、そんな革靴になっています。といった感じでまずはですね単靴の新作モデルを見ていただきました。で続いてはですねバーウィックのコード版モデル、こちらもですね見ていただきたいと思います。まあ、昨年バーウィックはこちらのコード版モデルをリニューアルしまして、結構バーウィックでもですね推しているモデルになりますので、まあ、そちらもですねぜひ見ていただければと思います。まずコード版は今回革はイタリアのロカド社っていうコード版のタンナーの革を採用してまして、まあ、見ていただくと分かるんですけど、やっぱり非常にキメが細かくて油分も豊富に含んでますので、まあ、もちろん革風だったらに比べるとちょっとやっぱ頑丈さがある分馴染むのには時間かかるんですけど、しっかり馴染みは出てきてくれます。僕自身も履いててもう結構な4ヶ月ぐらい履いてすごい楽に履けるようになってきましたね。一応モデルとしてはこっちからね、下段からいくとこのストレートチップとセミブローグのちょっとドレスコレクションじゃないですけどドレッシーなお靴、こちらだけちょっと色は黒とバーガンディの2色で展開してまして、どちらも木型は同じものを採用してますんで、ちょっと特徴としては全体的にちょっとやはりやっぱすっきり見せる分ちょっと細身につけて中で足をしっかりギューって押さえつけるようなちょっと木型を使ってます。なのでちょっと足の幅がすごい広い方とかじゃなければ履いてて押さえが効くんで気持ちよく履いていただけるかなと思いますね。次 U チップですね。ここが U チップのゾーン、ここからは U チッププレーン着火とローファーのシリーズはバーガンディ、ブラウン、ブラックの3色展開でやってます。でこの U チップですね、これ僕が履いてるやつのバーガンディバージョンなんですけど、やはりちょっとこことはちょっとゆったりめ、ただやはりちょっとしっかりここの部分、踏まずの部分だったりとか甲回りもそんな 高すぎる設定にはしてないので、しっかり履いてて足をホールドしてくれる感覚は強く出てくれますね。で全て共通しているのがこのレザーソールを採用してます。ソール自体はフランスのバスタン社っていうところのレザーソールを採用してまして、非常に耐久性に優れてますし、歩いていくごとにどんどんしなりが増してくるので歩きやすさもどんどん良くなっていきます。こちらの隣がこちらが今回はプレーントゥーンのモデルですね。で新作のものにちょっと似てる、なんとなく雰囲気は近い感じなんですけど、こっちの方がだいぶちょっと甲をもうちょっと低めに作ってますね。でなんとなくですけどこっちの方が気持ちすっきり見えるような見た目にしているのと、レザーソール採用しているので全体的な上品さを損なわず、かつなんていうんですかね、私服だったりカジュアルなシーンでも使いやすいようなモデルに仕上げています。なんでですね、すごいこの色とかエイジングもすごい楽しんでいただけると思うので、よいしょ、こちらは着火ブーツのシルエットですね。でやはり着火ブーツなんでちょっとこの辺とかですよね、のシワの入り方だったりとかはもう本当コード版らしいシワのうねるような迫力があるようなシワが入ってきてくれると思うので、本当ザコード版じゃないですけどコード版といったらっていう感じのモデルに仕上げてます。ちょっと木型は割とブーツということもあるので、ちょっとゆったりめにな設定になってますんで、そんなに嫌な感じなく履いていただけるかなと。ただかつしっかりここで足はホールドできるので、そんなに緩い感じにもなりづらいかなとは思います。パステルローファー、ちょっとバーウィックといえばみたいな感じの認識が広まってきてるかなとは思うんですけど、今回タッセルローファーですね。で一応名前8491っていう名前で、カーフにも同じモデル名のものがあるんですけど、カーフのものとはちょっとラストを変えてまして、ラスト08っていう木型ですね。ちょっと幅と甲回りですね、ちょっと押さえを効かせて、かつここの部分も絞り込んでます。で見た目としてもそんなにとんがりすぎず丸すぎずっていう絶妙なところを攻めたような木型になってまして、フィッティングを重視しているような木型を使ってますね。やっぱこの辺はちょっとシンプルに仕上げてって感じです、ね、
最後ローファー、コインローファーですね。じゃあコインローファーのシリーズで、ラストとしてはこちらの U チップと同じラストを採用してます。でしっかりやっぱりここの押さえは効きますので、あの履いててスポスポなる心配も少ないかなと。しっかりサイズ合わせていただければって感じです。あとはあのシューズキーパーですね。ローファーってやっぱ履いてて放置しちゃうとここがあのダラーンってなっちゃうので、ここがダラーンってなっちゃうと足がちょっと捕まりにくくなっちゃいますので、こういう風にうちの純正のキーパーだったりを入れていただくと、なんとなくここキュッてなる、なってるのがあの分かるかなと思うんですけど、ここの形も整えてくれるのでフィッティングの質もすごいあの良いままで、あのずっと履いていただきやすいかなとは思います。でぜひ皆さんこれも入れていただけるといいかなと思います。ということでコード版モデルはいかがだったでしょうか。私もですね、こちらバーウィックのコード版、コインローファーのモデルを持っています。バーウィックではイタリアのタンナーであるノカノシャのコード版を使っています。そしてカラー展開としましてはブラックとバーガンディで、その他にこちらにありますようにブラウンコード版、こちらをですね展開しています。でやはりコード版といいますと、この光沢感であるとか、うねるような履き地は、これなんかがですね非常に美しいなと思います。動画の中にもスタッフさんが履いている U チップのコード版、これなんかもね結構こううねるような履きじわが入っていて、非常にね美しい経年変化が見られていると思います。またですねスタッフさんの私物として紹介してもらったのがこちらのですね、ローファーの経年変化を見せていただきました。こんな感じでですね、光沢感が増してきたり、またこのうねるような履きじわが出てきたりですね、またお手入れ次第では少しこうムラが出るような、そんなね経年変化も見せてくれますので、経年変化もですね、非常に楽しめる、そんなですね革になっています。そして価格としましても、コード版ね結構高いイメージがあると思います。現在売られている、有名なコード版を使っているブランドなんかでは、17万円とか20万円近い価格になっているんですけども、バーウィックの場合では、8万円ぐらいで購入することができますので、最初のコード版靴としても非常にねおすすめできますので、気になる方がいたらですね、ぜひバーウィックのコード版を履いてみてください。といった感じで、コード版モデルになりましたが、で続いてはですねブーツの新作モデル、こちらをですね見ていただきたいと思います。まだまだ寒い時期ですし、また春にかけてもブーツなんかは履きやすいと思いますので、このブーツなんかもぜひねチェックしてみてください。一番新しいブーツはこの2種類ですね。606っていうブーツです。でこれ実際ちょっと革を今回初めて取り入れたオイルドレザーで仕上げてる革でして、経年変化もすごい楽しめると思いますし、油分も入ってて、僕実際これ履いてるんですけど、革がもちもちしてるので結構最初からすごい楽に履いていただけるかなと思います。で底材も堅牢なダイナイトソールっていうものを採用しているので、もうガンガン使っていただけますんでご安心いただける。色は2色ですね。ダークブラウンとブラウンっていう色です。どっち選んでいただいても本当エイジングは楽しんでいただけると思います。でこちらもちょっと新しめなブーツですね。でこっちはちょっと木型ちょっとすっきりめよりな木型をつけてます。ただこれ実際幅だったりとかは結構中ゆったりしてる方ではあるんですけど、ここですね横からと見ていただいたり上から見ていただくと分かりやすいかな。ここだいぶギューって絞り込んでるので、ここでの押さえがすごく効きやすくなるので、履いててなんていうんですかね、足の押さえがすごく効く分、長く歩いてても疲れにくい靴にはなってるかなと思います。こちらも木型同じでちょっとレースアップにしてるようなシリーズですね。なんとなくやっぱここにレースアップがつくことによって、なんとなくちょっとカジュアル感がこちらよりかは増してくるかなと思いますし、紐でしっかり縛れたりする分、もっとやっぱここの押さえは効きやすいですね。でどちらの靴も底材はジャピブラムの柔らかいムーンライトソールっていうものを採用してます。なんでも裏自体は濡れちゃっても大丈夫ですし、アッパーも先ほどのロイスレザー、コーティング系のレザーと同じものなので、多少の雨だったら使っていただけますね。こっちも中に水が入りにくくなるようにストームベルトをつけてますので、
中にも水入りにくくはなってます、はい、ということで新作のブーツはいかがだったでしょうか、まあ、キャップトゥーブーツと、まあ、キャップトゥーのサイド側ブーツ、そしてですねモックトゥーブーツといったですねブーツの展開がありまして、まあ、その中でですね、まあ、私が気になったモデルをですね、まあ、2つ試着させてもらいましたので、まあ、そちらもですね、まあ、動画を見ていただきたいと思います。これ足入れが難しい、ちょっと入りづらいと思います。感じはちょっと伝わるかなと思うんですけど、この辺りですね、この辺りはすごく柔らかいです、ね、うん、でもうちょっとやっぱ履き込むとこの辺のシワとかも入ってきてすごいかっこよくなってくると思いますし、うん、実際僕もこれ履いてみて結構やっぱ色抜けとかも部分部分でしてくるとそこもすごいかっこいいなと思ってて、これは僕オイルドレザー用のクリームでずっと今育てていってるんですけど、すごいかっこよくなる。ここにもしっかりこうついているので中に水が侵入しにくくもしています。結構似てる感じですけど、感じは似てますね。ちょっとラストもラストちょっと違うやつなんですけど、ただ見た目やっぱ近いですよね。ここら辺ですよね、この表現の仕方がちょっとやっぱ変わってます。つま先のちょっと幅ちょっとボリュームがあって、こっちはもうストンとそのこっちの方ちょっともうちょっとゆったりしてるイメージかなと思います。やっぱり足首までしっかり押さえは効くので、はい、そんなに嫌な動きとかも出づらいかなと思います。ソールはこちらは、こちらはダイナイドですね。ソール方がこれもそれと同じですね。ただこっちは黒い。基本的なのは革ですかね。革ですね。これがちょっとまだすごい柔らかいですね。もともとすごい油分がやっぱ豊富なので馴染みもやっぱ出やすいですし、最初からこれあんま痛くならないぐらいというか、楽に履けましたね。いつもブーツだとこの辺がすごく痛くなるんですけど、うん、これすごい柔らかくて、例えばもしきつく感じた場合はちょっと紐を緩めに結んじゃうとかでも全然対処はできるかなと思います。内側とかにも革なんでクリーム塗っちゃって馴染みやすくするっていうのもありです。また色のエイジングをほんと楽しんでいただけると、ガシガシ使っていただけるようなブーツに仕上がってます。ブーツの中だと新しいものですね。なんかちょっとここがだいぶ絞ってるのでちょっと足入れ、ここがちょっと入りづらい感覚は多少あるんですけど、中に入ってしまえば結構広めなのでぜひちょっとこのまま足入れてもらって、ちょっとここですね、ここをちょっとつまんで見ながら、かかとをそこ引っ張りながらちょっと足を前に進めていく感覚です。あ、そうですね、ドイスレザーっていう薄いオイルでコーティングを貼ってる革なので、こういうツヤ感はあります。独特なツヤ感は出ます。そうですね、磨くとやっぱすごいビカビカになってくれますね。ガラスレザーとは違う、一応仲間ですね、仲間なんですけど、ガラスレザーって言われるものはちょっとクリームは入んないんですよと、コーティングが厚い革だと。ただうちのだとコーティング薄いのでクリームは入っていきますので、磨いていただきながら使っていただけます。じゃあお手入れも普通の靴クリームを塗って、そうです、ブラッシングしていただく、カーフとあんまり変わらず、ほとんどカーフと同じで大丈夫です。特性上オイル含んでるちょっと最初のうちとかこういう白っぽいのが浮き上がってきちゃうんですけど、これオイルが寄っちゃってるだけなので、ブラッシングかけていただくと融和して綺麗になります。
綺麗めな感じも残しつつ、あのカジュアルにも使いやすいようなモデルに仕上がっているので、今日の服装でも合わせていただけますし、あのお勤め先が許される方だったらスーツの外しとかでも使っていただけるかなと思います。前もストレートチップで、あ、そうなんですよ、ちょっとダブルストレートチップフォーマルで、ここもここの距離は結構短めにしてるので、そんなにシュッとしすぎて見えないっていうところもいいところかなと思ってます。絶妙な仕上がりで、あのなで靴に仕上がったかなと、うん、もちろんあのこの辺の革も履き込んでいただくと柔らかくなっていくので、足入れももう少ししやすくなっていきますので、そこを含めてどんどんお客様に合ったサイズ感に育てていっていただければいいかなと思います。まずはですね、ということで、まあ、気になるブーツとして2つ試着させていただきました。まあ、一つはですね、モクトゥブーツになりまして、こちらはですね、オイルレザーが使われているモデルになります。で、このオイルレザーっていうのが非常にですね、柔らかくなっていまして、この足首周りもですね、まあ、すごく柔らかくなっています。ですので、履いた時にですね、まあ、足首周りのこのフィット感っていうのが非常にいいですし、またですね、まあ、履いていくと、その足首周りのシワもですね、結構いい感じに出てくるような、まあ、そんな革に仕上がっています。で、デザインとしてはモクトゥということで、結構ね、ワーク感がある、結構武骨な見た目で、またオイルドレザーが使われているので、こうジーンズスタイルなんかでちょっとね男らしく履きたい方なんかにはすごくねおすすめのモデルとなっています。そしてもう一つはキャップ2のサイド側ブーツですね。でこちらのブーツは結構こうドレス寄りなブーツになっていまして、カジュアルスタイルに合わせることで結構こうドレスアップするような、まあ、そんなブーツになっているかなと思います。またスーツなんかにもこう合わせてね履くこともできるかなといった、まあ、そんなデザインになっています。で使われている革っていうのが、まあ、コーティングレザーになっていて、まあ、これはですね動画にもあった通りガラスレザーのようで、またガラスレザーとはちょっと違う、まあ、そんな革になっています。まあ、クリームなんかも浸透するような、まあ、そんな革になっていますので、まあ、カーフレザーとですね、まあ、同じようなお手入れ、まあ、これをしていただければいいような、まあ、そんな革になっています。まあ、光沢感がある革になりますので、こう足元をねこう綺麗めに見せてくれるような、まあ、そんな革になっています。そしてソールなんかもですね、ムーンナイトソールというソールが付けられていまして、これもね結構軽いソールになっているので、こう歩く時もですねすごく軽快に歩ける、まあ、そんなブーツになっています。まあ、ブーツというとね結構重いイメージってあると思うんですけども、まあ、それがですね、まあ、軽減されているような、まあ、そんなブーツになっていますので、軽快に、そしてですね紐もなく、まあ、楽にですねこうブーツを楽しみたい方なんかにはこちらのね新作のサイド側ブーツなんかはおすすめになっています。ということで今回はですねバーウィックの丸の内店にお邪魔しまして、いろいろとですねスタッフさんに説明をしていただきました。そして今回試着した3つのモデルの中からこちら1つですね、手に入れましたので、こちらに関してはですねまた別動画で詳しく紹介していこうかなと思います。そして今回はですね、バーウィックの丸の内店の撮影にですね、友人にちょっとこう手伝ってもらって、撮影をしてもらいました。そして彼もですね、このバーウィックの靴が気になっていて、タッセルローファーが欲しいということでしたので、そのタッセルローファーを選んでいるところなんかも動画にしています。バーウィックの定番モデルといえば、やはりですね、このタッセルローファーだと思います。しかしホームページとか、実際に店舗に、行くと結構タッセルローファーだけですごく、種類があるように見えますので、その、タッセルローファーの違いであったりも、スタッフの方に聞いてですね、説明をしてもらいまして選んでいますので、バーウィックのタッセルローファーが欲しいっていう方はぜひですね、次回の動画もチェックしていただいて、バーウィックの、タッセルローファーどんなものがあるのかっていうのを、知っていただきたいなと思います。これはですね、次回の動画になりますので、ぜひですね、チャンネル登録をしていない方はチャンネル登録をしていただいて、お待ちいただければと思います。ということで今回はこの辺で動画を終わりたいと思います。このチャンネルでは革靴を中心としてファッションアイテムを紹介しています。この動画を気に入ってくれた方はチャンネル登録や高評価ボタンを押してくださると嬉しいです。では次回の動画でまたお会いしましょう。